下関総合車両所は山口県及び広島県にある西日本旅客鉄道の車両基地及び車両工場である。車両の一元管理によるさらなる品質向上と効率的な組織運営を目指すとともに車両研修職場の地域性を考慮し技術継承を確実に行うことのできる体制を構築するために金沢総合車両所、後藤総合車両所、 阿ボ市総合車両所に次ぐ4番目の在来線、総合車両所として2009年6月1日に下関地域鉄道部下関車両センター及び下関車両管理室と山口鉄道部車両管理室を統合した広島支社直轄の車両総合管理組織として発足した。2012年に広島運転所の研修部門を統合し、広島支社唯一の車両基地ともなった。 研修部門は、総合車両所発足前の三所体制を踏襲している。下関総合車両所の本所は、下関市畑西宮の下町一番二号の畑西、駅構内にあり、敷地面積は73,400平方メートルである。広島市社管内及び一部の多市社の在来線車両の全般検査、重要部検査、交番検査、 資料検査などの研修及び改造を行っている。また、閉鎖された高取工場に代わり、JR 西日本で廃車となった車両の解体を広く受け持っている。1995年に、下関地域鉄道部の発足に伴い、同鉄道部参加の組織である、下関車両センターになったが、2009年6月1日付で実施された組織再編により、 広島支社直轄の組織として発足した。日本国有鉄道時代は、旗製工場として、国鉄末期には、電車の先頭車加害像なども多数施行したほか、広島鉄道管理局所属車両の全般検査を担当した。下関市大和町2丁目15番1号にある、車両基地で、下関駅構内の文字駅より、地区定上を走る山陽本線の西側にある、 敷地面積は58,600平方メートル。下関地域鉄道部発足以前は、下関運転所と称する車両及び乗務員区所であったが、下関地域鉄道部の発足に伴い廃止となった、宇部電車区配置車両の遺憾を受け、乗務員部門を下関乗務員センターに分離して、道部の下部組織となり、下関車両管理室に改称した。 2009年6月1日付で実施された組織再編により、下関総合車両所の一部門として独立した。下関運転所時代に存在した畑生支所は、JR 化の際に JR 貨物に継承され、畑生機関区として現存している。新山口支所、山口鉄道部も山椒山口市小郡下号124にある車両基地で、 新山口駅構内の東側、山陽本線と山口線に挟まれた場所にある。敷地面積は46,250平方メートル。元は、小り運転区と称する車両基地及び乗務員区所であったが、1995年に鉄道部所管エリアの車両基地を鉄道部に統合させる方針により、山口鉄道部参加の車両基地である。 山口鉄道部車両管理室に変更した。2009年6月1日に山口鉄道部と宇部新川鉄道部及び下関地域鉄道部の一部区間を統合して山口地域鉄道部が発足するにあたって研修部門が下関総合車両所の一部門に移管され現在の名称となった。広島市所広島県広島市東区にある車両基地で 山陽本線天神川は広島間に位置している。2012年4月1日に、広島運転所の研修部門が分離され、下関総合車両所に統合されて発足した。整備済み車両の車体に記される、略号整備済み車両の車体に記される略号は SS で、畑成工場時代は HB だった。所属車両の車体に記される略号旅客車は、 広島支社の略号である、広市と下関の電報略号である、関から構成された、公席で、機関車は、下関を示す、管である。ただし、新山口支所と広島支所に所属する車両には、統合前に引き続き、広口、広広と表記される。所属車両は、運用研修センター、新山口支所、広島支所に分けて配置されている。 おおむね車種別に車両配置が振り分けられており、同一車種が複数所で配置されているのは、キハ120系機動車と観光列車用のキハ47型機動車のみである。2020年4月1日現在の所属車両は以下の通り、電車、編集機動車、編集機関車、編集機動車、編集客車、編集貨車、編集電車、編集機動車、 編集客者、編集、ありがとうございます。